そうですね、うん、テクノっていうのはテクノロジーって技術みたいなので、それで音楽昔から技術と深い関わりがあったんで、それであとポップっていうのはまあポピュラーのポップですよね。だからテクノロジー、新しい技術を使ってポピュラー音楽を作ろうって簡単に言っちゃえばそういうことじゃないですかね。その中でも非常にそのマイクロコンピューターを使っていると、その辺の具体的なところっていうのは、これは細野さんの誰が言うと同じなんですけど、ね、そうですね、第4のメンバーっていう考え方ですね。マイクロコンピューターコンポーザーですけど、で曲作って具体的にそれを再現してくれるんで、実にこう貴重な重宝な存在なんですけど、簡単に言っちゃうと僕たちよりもはるかにこう演奏の技術が完璧に近いほどうまいと、コンピューターが僕の手で弾くよりもうまいから気候に弱いよね。気温、暖かくなるとね、よく昔はちょっと小さいステージなんかで、ちょっと初期の頃やったりしたこともあるんですよ。暖かくなるとね、勝手に人間さんはこう汗かくとダメになっちゃったりする。さて、まあ、そのテクノのことはよくわかりました。それで、いわゆるこのファッションの方でもね、非常に、ちょっと高橋さんはそうですし、ちょっとね、細野さんもそうですけども、坂本さんはちょっと違うだけですけどね、いわゆるもみあげを切ったこのテクノカットですね。どうしたら伸びちゃったの、もう教授は。ちょっと都会ってないもんでやめんですかそれ。それは伸ばしちゃいますか。そろそろ変えようかという説も。どうして、みんな今だってニューヨークにしてもちょっと写真をね、ファッションの写真見ると必ずみんなカットしてるでしょ、これだけど YMO が初めてでしょ。いや、そんなことないですよ。ですよ、ね、そうじゃない。例えば、昔のですね、日本の古い映画とか、コールマンとかね、バレンティーノあたりの人たちの昔の30年代40年代のこの人たち、みんなピッシリ切ってますよね。だからちゃんとおしゃれな人たちは昔はきちんとね、お見合いが揃えてて、というだけのことで、僕たちは別に最初じゃないです。あ、そうなんですか、だから僕一番最初なんか聞いた時にはきっと高橋さんが自分自身がね、武蔵のですよね。あ、学校ですか。はい、卒業してないですけど、あ、卒業してないですか。はい、あ、そうですか。武蔵の方に、いらしたからで、いろんなほらデザインの部分を担当してらっしゃるでしょ。っていうかみんな2人ともね、他の2人ももちろんすごく興味があって、たまたま僕が洋服の方の仕事もやってるんで、それをまあ便利だから僕を利用してもらってというようなね、みんなと相談しながらそういうのアイデアを作りながらこうやっていつもやってるんですよね。でも一応ステージ衣装とかそういったそういう具体的なデザインはやります。僕今度はやはり今度は人服みたいなもんですか。今度はちょっと発表していただけるとすごく簡単に言いますとですね、すごいドメスティックなね、こうすごくティピカルな中学生スタイルっていうんですか全然わかんないけど、後ろに山が見えるんですよ。そう、こう、ちょっとローカルなね、雰囲気が興味がなしてて、カラスがつついたりして担当謎道を中学生が帽子かぶって歩いていって、もう想像してそれも夏服、黒いズボンに白いワイシャツに、学生帽とか感じあります、ね、あ、なるほど、分かってきました、分かってきました。でどことなく、まあ、それをパッと僕たちをこの間一度ちょっと着てみてね、見た人はちょっとロジカルな雰囲気をにね取られたりする人もいるし、別に大した意味はないんですけど、まあ人民服の時と同じ思いつきです。あ、そう、思いつきですか。はい、人民服の時はどうだったんですか。だいたいみんな面白いから、面白いものはみんな好きなので、別に文句は言いません。面白いからいい。だいたい一致したんですよね。何が今やりたいかって。僕もね、みんなが文句言いそうなことはあまり持っていかないです。無駄になるから。無駄になるから。っていうことは普通のことはしない。そうでもないんですよね。最近普通のことに憧れてたりして。さて、坂本さんの方はね、教授の方は、つまり、編曲の方が主になってきてますでしょ、現在。そうですね、多いといえば多い感じ。多いですよね、例えば、レコード大賞の例のね、アメリカンフィーリング、あれでもって編曲賞ですか、いただいたの。
え、なんかそうでしたね。きっとだから、あ、そうだ、皆さんの知ってる中では、あの秀樹の愛の園のアレンジも、はい、確かそうでしたよね。そうですね、うん、え、知ってました、知ってましたあれでもあのね、センサーが出てきたから、え、ね、感じとしてもと思ったんですけど、やったかな、自分でもやはり やって、え、もちろん大体アレンジの時はやらせていただきます。あ、そうですか。自分で弾くことが多いですね。皆さん演歌お好きですか？あの、いいものは好きです。うん、いいものは好き。それはあのアーティストではなくて、アーティストにしても曲にしても、はあ、あのパターンが好きってはないけど、うん、いいものはいいよね、うん、例えば演歌の中で感動したシーンなんてのありますか？昔は僕はやっぱり都はるみさんのは好きなのありましたけどね。都はるみさんの何ですか？何でしたっけ？え、何？北の宿から、北の宿から、うん、あれは結構好きでした。あ、好きですか。教授は何かありますか？そう、あの特に詳しくはないんですけど、ね、あの最近だったら八代亜紀さんが歌ってる曲あるでしょ、ね、なんだっけ、雨雨降れ降れ、それ、ああ、これは割といいなって。あ、詳しいですね。耳、あの一応耳に残る曲。演歌っていうのはやっぱり耳に残るもんでなきゃダメでしょ。そうね、ダメっていう言い方おかしいんだけども、うん、つまりあの演歌の状態から言えば、流行歌の状態から言えば売れなきゃいけないということが、何かやっぱり音楽フックがある方が、うん、ある方がっていうか、ないと素通りするだけです。そうね。細野さんどうですか？あんまり聞かないんですけど、民謡なんか好きですね。あ、民謡、へー、アートしたとか、え、アートしたとか、あの掛け前、たまらないですか？たまらないですね。違う、そうなります。みんな好きなんじゃないですか、好きな掛け声とかね。うん、なるほどね。ちょっと民謡口ずさむってことはない？歌えないですね。あ、歌えない。難しくて歌えないんだよね、うん、あの拳がなんとも、うん、マスターしたいと思いますけどね。ね、なんかこう突っ張ってる人っていう感じがものすごく強かったんですよ。木尾さんでしょ？いや違う、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 ね、会ってみてね、これだけなんかあのなんていうの、突っ張りもなくしてるっていうのは僕ねちょっと意外だったんですよね。それは年齢から来るものなのかしら。どうだかな、突っ張る元気がないんじゃないですか。そんなことはないんじゃない。そんなことはない。うん、前は突っ張ったんですね、うん、突っ張ってた。前はそういう顔が突っ張ってた。うっそ、体力ないね。体力ないです。体力ゼロ、うん、で今例えば突っ張ってる人見るとどうですか？あ、元気がいいなと思って。突っ張ってるっていろいろあるの ね、 んね。僕結構楽しむんですよね、うん、後ろから頭引っ張りたくなる。軽くこうやって、お前何突っ張ってんだよって言いたくなるんですよ。あ、うん、そういうの大好きです、うん、やっぱ元気でいてほしい。楽しいよね、うん、あ、エネルギーの人がいっぱいいると嬉しいね。エネルギーを見るのは楽しみ。あ、なるほどね。今度は11月の8日ですね。日本ではあのロサンゼルスでは7日ですけども、はい、ロサンゼルスの公演が、チャプリン記念の公開でしたね。 A&M でしょ、はい、そこの公演はですね、衛星生中継でフジテレビではあの放送するんですよね、そこはそのスタジオの中ですから、来るのはなんかあの向こうの著名な方ばっかりだっていうらしいですね、うん、僕たちもちょっと詳しくは聞いてないですけど、うん、それも楽しみですね。日本で見たいね。見たい、見たいね。日本で見たいです。見たい、こっちにいれば人形連れてけばいいじゃん。あの、そうしましょうか、ね、見たいね。帰ってからぜひ見てください。それはですね、本当にあの YMO ファンの皆さんには、衛星生中継で、お送りしたいと思いますし、そしてまた、さっき話してもらった12月の20何日の武道館、24、25、26、27、そうですか。でもとにかくあのこれだけ あのすごい人たちが出てきたことを、僕は本当に同じミュージシャンとしてですね、こんな嬉しいことはありません。ぜひあの素晴らしい公演を世界で広めてきてください、ね、ありがとうございました。行ってらっしゃい。